お弁当を忘れたので学食でご飯を食べようかと。はい、いいですよ。なかなかいいチョイスですね。はい、通好みの選択ですね。じゃあ僕はカレーを。ああ、カレーが売り切れです。それだけなんて問題ではありません。カレーがないんですよ。大変だ。学食のカレーが売り切れなんて、もう死の。セーフです。はい、なんとか死なずに済みました。トレビアン。困りました。実はちょっと困っているんですが、知恵を貸してもらえませんか？昼ご飯に何を食べたのか思い出せないんです。何だったか分かりませんか？ああ、そういえばそうでした。おかげですっきりしました。よく僕の名前を覚えてましたね。普段影が薄いって言われるんですが、いえ、健康を維持するためにこの先のお店に通っているんです。よかったら今度僕の行きつけの店に案内してあげますよ。期待して待っててくださいね。おお、もちろん。俺だって雑誌くらい読むさ。ああ、ゴールデンウィークも近いしな。君も俺と一緒に出かけるか？予定開けておきなよ。突然誘いに行くから。
だーれだ。ピンポーン、大正解。なんかつまんないな、もっと驚いてくれるかと思ったのに。やっぱりスカートめくりにしておけばよかったかも。今度はもっと驚かせるから覚悟しておいてね。はあ、ショック。聞いてくれよ、深爪したんだよ。ほらこれ。はあ、ギタリストにとって爪の怪我は致命的だって。でも心配してくれてるんだ。もしかして俺のこと好きになっちゃった？なんだ残念。でもそのうち俺に夢中になるって。日曜ですか？少し違いますが、惜しいですね。